信号機がある交差点を右折するときは、次のことに気をつけましょう。まず、対面の車両用信号機の青色信号に従って、できる限り道路の左側に寄って直進し、車道の端で右折したい方向に向きを変えます。そして対面の車両用信号機が赤色から青色に変わるのを確認してから直進します。自動車と同じように右折することはできませんので注意しましょう。